さあ今日はすごいですね。555台なんですけど、設置が300ぐらいんじゃねえかな。というわけで、そんな中なんとじゃん、22番で、姉ちゃんはもっと前なんですよ、10番なんですよ。なんでまあ姉ちゃんなんか打ちたい機種があるみたいなんで、そっち行くで、俺ペロがね、まあペロも早かったんですけど、90何番なんで、まあ先に台取っておいて、もし横側にしたらまた2人で、そんな感じですけど、もし俺なんか台取って隣両サイドが埋まっちゃうやったら、ペロに合わせて移動しようかなと、そんな感じで頑張ります。どうした？今日ちょっとテンション高い。いた。迷う可能性ありますからね。ちょっとね、1台、あった。ありました。目立つところにあって良かったです。カラクリサーカス、頑張ります。回収に参りますので、大きなバイオを1台お選びに。バイオハザードもダメ。バイオもバルブも今埋まっちゃった。相手のバキとゴブリン。あとはベルセルク。打ったことないけど、ベルセルク。あー、打ったことない。行っとく？姉ちゃん、はい。まさかここまで切られてると思わなかったな。私もちょっと薄々は気づいていたんだけど、ね、ショックだったよね、朝からね。嫌われてる？収録の前後調子悪いんだよな、ね、なんかプレッシャーからね、プレッシャーとストレスからちょっと体調悪くなるっていうのは聞いてた。だよな、うん、まあ大変だなって、大変だね、まあ、まあよくなるといいな。そうそうそう、よくよく聞いたら、継ぎはぎの時が一番ひどいらしいじゃん。いや、なんでだろうね。全然俺収録楽しくてしかないよ。嫌いなのかなって。嫌いなわけないじゃん。本当楽しいでしかないんだけど。でも継ぎはぎの前後は一番症状が重くないんだよ。うん、体は正直気はするなみたいな感じはしてたけど、でも俺は全然2人のこと大好きだし、嫌いとかじゃないんだ。嫌いとかじゃないよ俺は、うん、そのここのプレッシャーじゃなくて、そのストレスじゃなくて、うん、こっちかなって思った。あ、最近ツイッターじゃん、絶対スイッチ、うん、そうだね、そうだね。しかも前回1級で前回ましたすごかった、うん、スイッチ抜きまして本当に素晴らしかったです。本当にスイッチ2代目ね、はい、3連勝でな、まあ、で、抜いたんでまたリセットです。こっからまた連勝を目指していくといった感じで、はい、だから今日は無理してもいいってこと？まあまあ、ね、まあ、していいタイミングではあるね。一番ね。で、姉ちゃん何取ったの？カラクリさん。おー、来たね。1台しかなかった。来たね。やります。来たよ、カラクリ。来ました、来ました。2人は？俺も早くてバルブウェーブ行こうかなと思ったら埋まっちゃったんで、ね、うん、で、取ったのがベルセル君無双。出るも出ないも5000枚みたいな感じだよな。そうね、上も下も、うん、今日はちょっと行っちゃうかもね。下っていうか今日はっていうけど毎回そんなんすよね。ね、うん、でも結構で結果を出してんすよ。出してる、出してる、出してる。姉ちゃんのおかげすごい。なんできっと出すと思うんで、また今日も、うんうん、まあ気軽に、気軽にね、ベルセルク行っちゃいますか。行っちゃいましょう。そんな台かな。出会った時の君、これは感電してた。ずっと探してた女神に、やっと出会えたよ。ということで、1段やったカラクリサーカス無事確保できましたので打っていこうと思います。最近ジャンボレクアの出た、別に家って言われてるわけじゃないんですけど家って言われてるわけではないんですけど、ジャンボレから出たなんかシュッシュをつけるアプリみたいなのがあって、それを突き出して、別にその効果がではないと思うけど、そこからちょっと調子がいいわけですよ。結構勝ってますね。
はい、調子上がってきております。レア役もしくは、規定ゲーム数、ここのゲーム数でチャンスゾーンもしくは AT の抽選、チャンスゾーンクリアできれば AT なんですけど、まあ、そこからがね本番という。あ、うん、え、ここで連続演出、あれ、これ行くパターンじゃない、レア役かな、行きました。え、これチャンスゾーンかな、チャンス名なの、あ、チャンス名、チャンス名、チャンス名かゲーム数かどっちか分かんないですけども、チャンスゾーンに入りました。で、今リプレイ引いたから次のゲーム公約引けば当たり、これ大事、投資3000円いきたい。笑ってる、笑われてるな、これは弱いか、ダメダメ、じゃもう一発、いや1ゲーム遅いけど行きます。わー、間違いか、2回連続このパターン、6ゲームです、ここバッチリ決めたい、あーどこゲームです、レア役引いてしまえ、やばい、これはもう1ゲームやったので残りの2ゲームどっちかで攻略が引ければいいよね、最終ゲームで何か引ければ一発でクリアなんで、もし決めてください、お願いします、大事よ、本当に大事よ、あーやってしまった、これラストでもここ引けば大丈夫、リプレイ、あーマジかー、マジかー、すげえ出てる台見るよな、これチャンス目じゃないの、これはベヘリット目、ベヘリット目ですかね、チャンス目はなんかスイカが出てくる、スイカ外したらかな、ベヘリット目って何ですか、出る、あー、いいよ、いいよ、おー、あ、これが点灯してる間にどれだけ引けるかか、点灯したの、いや、1回でも引いたら次ゲーム疑似受けでレア役になるはず、あ、ほんとだ、ジャック、なんてなんて、おー、いいね、おお、こっち、これはいよいよ何かくそうだね、今ね、ここがついてたんだよね、うん、ついた、今はそうだった、初めての登場、ミッション、え、白だな、オーブン、おー、ネクスト、
でも。まあまだ。なんだっけ、何ステージだっけ、狭間誘拐ステージか、チャンスゾーンのチャンス。おお、なんだ、これがチャンスゾーンじゃないの？うん、チャンスゾーン。そう。チャンスゾーンは対戦手との対応役、オアレア役を1回もしくは非対応役を5回引けば攻撃パートに行こう。おお。これを成功させれば AT。成功させれば AT。与えたトータルダメージで AT が抽選される。なんかチャンスゾーンもちょっと難しそう。表示薬で入っちゃう。表示薬で入っちゃう。これは体重パードが16ゲーム、これが体重パード。一応トータルチャンスゾーン使えば 50% はある。こんなの、あ、便利、これじゃん。おお、これで攻撃になるのかな。レア役か、ここでまた太陽役を引けば攻撃かな。フェーズ8。フェーズ8で、また戻って、で、とにかく太陽が2つしかない。16ゲームのうちにあの攻撃パートに何回も入れなきゃいけないってことかな。今ベルで増えてる。あ、ポイントが溜まってる。うん、この一撃分層が子役で溜まるってことじゃん。できた。あ、全然聞いてない。お、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 ダメージいった。じゃあ行ったよ。おお、リセットするんだ、なるほどね。おお、うまい。もう一丁。ベヘリクトメイジョを引けばいいのか。難しい。頑張ってる。これ直してきたかったんでしょ。いや、もう一息だよな。おこれラストジャッジ。
で、タイジパート最後メリット目メルカン行きます。はい、小坂市小坂市めちゃくちゃ難しいめっちゃ、まあ、多分この敵が悪かったんだと思う。敵によって対応薬が変わるんだろうね。で、リプレイとかベルのもいるわけだ。そうそうそう、リプレイベルもいる。なるほどなるほど。どうした？眠いの？大丈夫、もうちょっとで薬効くはずだから。長距離のドライバーいる。はい。そのトラックとかいるの。眠くは眠いって言った時に一番効くものがある。何ですか？なんだろう。なんだろう。全くわからない。AB。本当本当なんだ。そうなの？でそれでわーって興奮するとやっぱ眠くが来るらしい。そうなんだ。眠気覚ましにはエロなんだ。どういうジャンルがいい？筆下ろし。いい？筆下ろし。いい見て。あ、目覚めてきた。見てないけど。ちょっと想像したら。お姉さん、うん、でちょっと本当に全然経験のない姉ちゃんあ姉ちゃんに姉ちゃんに姉ちゃんの姉ちゃんから女性側でで若いあ、うん、あえ何何何カレーの匂いがした。え、何それ。ちょっと待って、これ まずいやつなんか。あ、まずいやつか確認してみるよ俺も。いや、ペロ言ってこう。これ何だろう。おう、ちょっと聞いてくる。姉ちゃん、あ、やべ、やばいぞこれは。はい、笑顔がない。いや、カラクリサーカスなんてどうでもいいんだけど。え、どうでもいいの？え、めっちゃ大事じゃないの？なんか俺たちに隠してない？え、何？わかんない。この辺りありすぎて。なんか隠してるよね。え、わかんない。ないよ。ごめん、なんかないよ。何スカトロスカトロこれ何？ちょっと待って、カレーの匂いがしたって、これ何？絶対いかがわしいやつだよね、これ。しかも、ジャンル結構独特な性癖のやつだよね。姉ちゃん、嘘でしょ。ねえ、嘘だよね。カレーっていう隠語を使ってってこと？そういうことだよね。違う。違うの？違う、オブツじゃない。普通にカレー食べる。カレー食べる。カレー食べる。カレーのカレープレイってこと？ねえ、プレイじゃない。18禁じゃないよ。18禁じゃないの？18禁じゃないの？18禁じゃない。じゃあ何なのこれ。どっから引っ張り出してきたのこれ。やめてよ。びっくりしたんだけど。俺たちもびっくりしたよ。俺たちに内緒でなんかいかがわしいことしたのかと思って。でも確かに内緒にはしてたね。内緒入りしてたよね、うん、まあでも、うん、これは、うん、あのただでは見れないと言いますか。ただでは見れないの？どこに登録したらいいの？え、どこに登録したらいいの？どこに登録しても見れないから。見れないの？まあまあいかがわしいっちゃいかがわしいかも。いかがわしいじゃん。はい、あの気軽に見れるもんじゃないみたいな。マジか。
姉ちゃんいろいろやらなきゃ家計を支えられないからあの みんなに内緒でいろいろやってんだ。ごめんね、そんなたらくりどうでもいいわけないしの、ほんでめっちゃ負けてるからね。ごめん、ちょっとびっくりしちゃって。そっか、ごめんね。たらくりもまだまだか。チャンスゾーンは？チャンスゾーン1回だけ。あ、1回あったんだ、うん、2人は？まあこんなん見てるぐらいだから絶対出てないんだろうけどさおとんは1回チャンスゾーンあったけど、あのダメだった。チャンスゾーンだけ、うんうん、当たりはなし？当たりないよ、まだ2人とも、うん、みんな当たりないんだ。当たりないよ。こんなん見てる暇あったら当ててよ。ごめんなさい、頼むよ。姉ちゃんも頑張ってくれてたんだね。わかった、ね、よかった。ギャラいくらだって AV のAV のギャラ。 AV じゃないって。え、違う、18禁じゃないってよ。な、なんだろう。でもなんか詳しく教えてくれなかったあの怪しいな。ただじゃ見れないとだけ言われてなんだろうそれますます余計によくわかんないんだけど、もう怖くて掘れないよ、ね、検索なんかできないよ。もうなんか俺結構チャンスを迎えてるっぽいじゃん。え、そうなの？お、俺もシャッター閉まったよ。あー、セマミッション、あ、ほんとだ、赤。セマミッション赤で俺。クルピー、初めての敵。かわいい、かわいい。かわいいね。恐竜みたいな。いけるいけるいける。そう。いけるいける。どうだ。あー、いたいた。おー、いた。撃破で、おー、チャンスゾーンですね。お、スランじゃん。スランは太陽薬。あれ、ベルだ。待って待って待って。え、戻っちゃった俺。あ、戻っちゃったの？煽ってたのに。ベル頼む。うん、太陽薬ベルだから楽勝だよ。お、ベル効いた。おいおいおい、プッシュ。おお、5回。すげえすげえすげえ。なるほどね。もう一回ここでベル引いたらいいってことだね。ベルベルベル。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫。やばい、何これ。おお、やばいやばい、全然引けない。ラスト、うわー。いや、まあまあまあ大丈夫大丈夫。何にもできなかった。うん、ベルだよベル。大丈夫大丈夫。こんなに出ないものかも。いや、意外と引かないな。おお、来た。よしよし、もう一回。ここでベルを重ねる。そう、ここでベルを重ねるのよ。あー、まずい。よしよしよし、ダメージでリセットされて、また5ゲーム以内にベル、また5ゲーム以内に、まあ、3ゲームで大丈夫大丈夫。あと2つ、大丈夫大丈夫、あと2つ。あー、そう、これ大チャンスでしょ、ベルだったら。よしよしよし、おー、よし、いい感じ。あー、プッシュが出たらゲーム数が増えるんだ。なるほどなるほど。今回は3ゲーム。なるほどね。お、よし、うまい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 、よしよしよし、うまい、めちゃくちゃうまい。よしよし、もう一回もう一回。ベリットマン、あー、惜しい。10ゲームあるぜ、まだ。よし、もうちょっといけるはず。よし、うまい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 、よしよしよし。ダメか。いやー、なかなか難しい。さっき5ゲームの大チャンスだったんだな。そうだねー。
あと7ゲーム。よし。やっぱ基本3。おい。うまい。おお。めちゃくちゃうまい。降りてきた。もう一回行くんだね。いけるか。もうちょっとなのに。惜しい。もうちょっとなのに。おお、全然バンバン引いてる。頑張ってるよ。おお、むちゃくちゃ引いてるけど。引いてるけど全然レア役。おお、なにこれ。なん。おお。あ、それは絶対攻撃品だ。これが溜まったんだ。なるほど。お、チャンス目。これはいったんじゃない？落下高確率。タカ。頑張れ。もうちょい踏ん張り。おお。まだ？まだ緑。まだ緑。もう一回ぐらいか。お。これは。うまっ。やったー、いけたー。いけ。怖い。おおめでとうございます。ヤスさん成功しました。投資いくらですか？12本。382ゲーム。はい、382ゲーム。これで AT ってことよね。無双強ラッシュ戦魔ステージ、まずは無双強名を獲得。ベルで敵を、あ、無双強名獲得を目指す。あー、戦はこの戦を、あー、これ減らすんだ、この数字を。お、チェリープラス5ゲーム。あー、レア役でゲーム数は乗せ。3枚ベルってやつか今の。お、真相ステージが上がった。超高確率中、高狂乱コンボ超高確率中できた。おお、おうおう、狂乱コンボ。凶暴化したよ。凶暴化しました。凶暴、あー、なるほどね。すごい減らすんだ。凶暴化したら大幅に減らせるわけね。やべえ、4倍やべえな。あー、なるほどね。死んだよもん。すげえ。リプレイか。でもあと16ゲームしかないよ。このベルで一回なくなった。で、共鳴チャンス狙え。どっちから狙ったらいいんだろう。右かな。おい、あ、あ、あれ揃わなきゃ。そっか、表面チャンスだからあれを揃えなきゃダメなんだ。いやー、ちょっとゲーム数欲しいなー。あー、凶暴化終わっちゃった。おお、なんかめっちゃ減った。すごい減る。次で170以上切らないと。お、お、終わったの。深淵を目指すもの。
100枚ちょっと100枚ちょっとでもまあそういうの多いからうまくいかないと その小さい塊になっちゃうけどそうだねなんかたまにうまくいった時にドーンって離る時はね出会った時の電撃にバカな弱気をやっあーよかったとりあえずねとりあえずリプレイ2連で当たりゲットつぎはぎファミリアご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。